本当に今たった今破水をしましてですね、はあ、いよ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 だなっていう、もう破水したら私すぐ生まれると思ったんですよ。そしたら全然生まれなくて、結果的にかかった時間が2日丸々かかって、朝から晩までずっと陣痛で、もともとなんか子宮口が最初2センチとか3センチ空いてて、もうちょっと広げますってことで、陣痛が来る時にこの内心でグリグリグリって先生の手を入れて、本当にめちゃくちゃ痛くて、初めて泣いて叫んだぐらい痛くて、どんどん陣痛も強くなってきて、それでそのまま降りてきてくれて、もう息んで、で生まれました。マジできつかったな。本当にサッカーやってた時が一番きついと思ってたけど、ずっとインターバル走ってるみたいな。無事に本当に生み出すことができてよかったです。